最終部第一章、伝説の帰還。東京カムロ町、さあみんな東京に集まったよね。これやばいぞ、本当に伝説たちが帰還するぞ。これカムロ町荒れるぞ今日。伝説がみんな帰還するぞ。来たー、キリュウさん、お久しぶりです。待ってましたよキリュウさん。うわー、なんかやっぱ嬉しいな。うわ、ばばちゃん。そっか、知らんもんな、ばばちゃんとキリュウ会ってないもんな。情報を集めろ。つけられているか。あっちはキリュウのこと知ってるってことか、ばばちゃんは。まあいい、久しぶりのカムロ町だ。町の様子を知りたい。ニューセレナに行ってみるか。いや、ニューセレナ行っちゃったらバレるんじゃないか。こいつもすごいな。え、なんかこいつの正体を俺知りたい。こいつの正体を知りたい。あとババちゃんここに行っていない。あれ、ババちゃんどこ行った。バーってやろうとしたんだけどな。え、これニューセレナ行ったらバレちゃうんじゃないかな。ニューセレナの場所大丈夫かな。まあ、とりあえずキリュウさんの久しぶりの行動楽しみましょうや。とりあえずニュースルなね、伊達さんがいるんかな。また留守か。まだ営業してないようだな。あー、ダメだったか。いや、キリュウの洞察力もすごいけど、ババちゃんのバレ力もすごいんだけど。スターダストに行ってみるか。こっちにいたね、ババちゃん。なんでいないの、どこ行くの、あいつは一体。すごいなぁ。じゃ、スターダストね。ゆうやとかいるかな。ちょっといいか、赤月。ゆうやいるか。キリュウだといえば、わかるはずだ。あ、オーナーも店長まだ来てないんですよ。すんません。マジか。カムロ町は久しぶりだな。最近、街の様子はどうだ。あ、いやそれなんですけどね。ここんとこ、ヤクザを見かけないんですよ。それが変だなーって。あ、まあ、確かにな。カムロ町って言ったらもう、登場会とかいろいろいるからね。ま、いつも店長が追っ払ってるんですけど、それが最近パッタリいなくなって。登場会が、てか登場会のヤクザがここにいるホストに負けるとは、もうなんだろう、ヤクザの格変わるぜ。バレるバレる、あえてバレてんのかなあれ。でババちゃんに限っては絶対逆にあるかもな。でも逆にあるかも。爪を甘く見させようとして桐生に存在をバレさせる。これはワンチャンあんじゃないかな。どうかしました。いや、時間取らせたな。うっす、そろそろ相手をしてやるか。第三公園向かいの空き地なら誘い出しやすいだろう。そうだね、なんかもう話しかけてくださいばりに、なんかあれだもんね、バレかかってるもんね。見つけたよ。見つけない、お前は見つかんない。取れたよ例の予約。カムロ町ヒルズの？マジで？あのレストラン超人気なんでしょ？トミコちゃんとダメだろ僕。やばい、超楽しみ。あそこレアステーキ肉やばいらしいじゃん。絶対 600g 食うわ。そうだね。カムロ町ヒルズ完成していたのか。おお、そっか、カムロ町ヒルズもあるんだね。そういえばで、真島さんが完成させたんだ。俺をつけていることは分かっている。こそこそしてねえで出てきたらと。伝説には聞かないよ、ババちゃん。やはりお気づきでしたか。さすがです。さすがですよ、お前当たり前だろ。桐生一馬さんですね。お前はどうして俺をつけていた。うん、ある人からあなたが東京に現れると聞いて待っていました。まあ目あったしな。何？福岡でのご活躍も聞いています。たった一人で青山会長代行の計画を阻止したとか。楽勝だったけどね。堂島の竜は健在といったところですか。その口ぶりじゃ森永の手下って。そっか、桐生編では森永か。手下というよりは協力者という方がいいかもしれませんね。自分と彼は杯を交わすような間柄じゃありませんね。はい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 。つまりお前は登場会の人間ではないと。ええ、同じ目的のために集まった同志、
といったところです。同じ目的。キリエさん、一つ確認させてください。あ、でも悪くしようとはしてないね、ババちゃん。なんだ。東京に来たということは、この一件、あなたも関わる覚悟ができたと考えていいんでしょうか。答える必要はない。かっけー。その様子だとすでに決意は固まってる感じですね。安心しました。どういう意味だ。いや、真島組長が死んでなお、あなたが福岡から動かないようなら、いろいろと計画を修正しなければならないところでしたからね。なるほどね。真島はお前たちが殺したのか。さあ、仮にそうだったとしたら、あなたはどうしますか。ぶん殴る。ここでお前を倒し、黒幕の居場所を吐かせる。さすが、もう腕力だけです。わかりました。わかりました。あなたの決意が口だけではないということ、その拳で証明してみせてください。バカバカ、やめろ。ババちゃんやめろ。お前が死ぬぞ。お前が死ぬ。バカか、何やってんの。行きます。行きますじゃないよ。あの世にな、しませんよ。あの世に行きますになっちゃってるよ、ババちゃん。バカか、お前伝説の極道だぞ。登場回4代目にお前喧嘩売って何してん。アホなの、バカなのこいつは。なんでお前自分で試せると思ったの。こんなことするやつだよ、登場回元4代目は。お前図が高いぞ、かなりかなり図が高いぞ、それは。やばい、ババちゃんどこでそんなに強い。あ、でもあれか、あれだ、タイガによって、タイガによってそうなったのかもしんないな。絶対そうだと思う。冴島の兄貴がとか言うからな、きっと。俺をここまで変えてくれたんですみたいな。まあだからいろんな人に挑めってことよ。むしろ冴島と戦ったことによって、自分強くなってるって勘違いしちゃってるね。ちょっと教えてあげましょう、冴島より強い男がいるっていうのを。よいしょー。あの、遠慮ないですから、桐生さん。やはり伝説の極道の名は本物ですね。当たり前だろ。お前が口を聞ける程度に手は抜いたつもりだ。早いとこお前の知っていることを喋ってもらおうか。よかったな、手抜いてもらって。やっぱりか、あなたもあの人と似てますね。冴島ね。あの人。ええ、冴島の兄貴のことです。あ、ここで多分あれじゃない、冴島だと。ババちゃんとの。どういうことだ、お前冴島を知っているのか。存在がね、明らかになるでしょう。私たちの計画を止めることができるかもしれない。ご無礼をお許しください。桐生一馬さん、私馬場茂樹と言います。やっぱ止めてほしいんだな、みんな。挨拶はいい、早く話を聞かせろ。わかりました。今あなたが巻き込まれている事件の裏、教えてくれ。森永がやろうとしている計画、そのすべてについてこれからお話し。うわー、全部聞けんだ。少しの間お時間いただけますか。ああ、いいだ。全部聞けんのね。その前に場所を移してもいいでしょうか。そうだな、ここはまずいな。できれば内密に話ができるところだと助かるんです。ニューセレナじゃない。逃げるつもりじゃないんだろうな。俺は一度札幌で冴島さんに頼んで見逃してもらっています。ですから冴島の兄貴の恩義に応えるためにも、これ以上逃げる人生を選択しようなんて思いません。冴島やってくれたね。冴島とどういう関係なんだお前。その辺も含めお話しします。そうだね、今はひとまず場所を変えましょう。でもそこまで言ったらキリュウ信じると思う。キリュウさんに出ろってことがバレたら俺の身が危なくなりますね。そうだな。すぐ近くにあるニューセレナという店なら顔が利く。うんうん、そこでなら人に聞かれることもないだろう。わかりました、それじゃあそこに行きましょう。てかキリュウはさ、変装しないのかな。俺今ずっと思ってたんだけど、キリュウって変装しないのかな。すごい思いました。だってキリュウっていう顔をもうカムロ町では知り当たってて、で帰ってくることも知ってる人には知ってるんでしょ。お前変装しないんか、ガチで言ってるんか。
お前がニューセレナいたらニューセレナで勝ち込み食らうんじゃねえかと俺は思うんだけど、ないのかな、そこまではないのかな、さすがにみんなバカなのかな。じゃああと俺集中しすぎてお前らと戦ってること忘れてたわ。誰だお前ら、話の割り込み来やがって。ぶん殴らないでじゃねえんだよ。じゃあ話にかけてこないでください、やめてください。本当に頼もう。ここだ。なるほど、もう入られますか。もし用事があれば俺はここでお待ちしていますけど。いや入ろう入ろう。ああお前の話を聞こう。わかりました、では入りましょうか。ああママいる。ごめんなさい、お店まだなのよ。綺麗だな。あら桐生さん、久しぶりだなママ。ちょっと内密な話がしたいんだが、場所を貸してもらえないか。そんな水臭いこと言わないで、せっかく久しぶりに来てくれたんですもん。ママ貸し切りってことにしておく。おいもうすまない、できるママすぎる。伊達さん惚れるのもわかるな。いや大丈夫だ。そう、じゃあ私は奥にいるから何かあったら呼んでね。ああ持つべきママやな、マジでやべえよ、惚れるよこれは伊達さんも。それじゃあお前の話を聞かせてもらおうか。そうだね。はい、それじゃあまず森永が描いた絵について説明しましょう。お願いします。今さら説明するまでもないことかもしれませんが、現在東条会と近江連合は全面抗争の危機を迎えています。はあはあ。大吾から聞いた、五分の杯を交わしていた近江連合の七代目が病気で余命いくばくもないと。うんうんうん、そこまで大丈夫。七代目が亡くなってしまえば東西で戦争が起こるのはほぼ確実です。それで東条会は焦って福岡、札幌、名古屋の極道組織を味方につけようと幹部陣が各地へ飛ぶことになりました。そうだねそうだね。名古屋には若頭補佐の安住、札幌には真島さん、そして福岡には堂島会長が直々に言ってるからね。そして大吾は福岡で行方不明となった。今名古屋にいますけど。会長代行となった青山、それに森永の裏切りによってな。そうです、当初の計画では堂島会長は山笠組のまだらめとともに殺されるはずでした。そうなんだ。しかし計画は失敗、堂島会長とまだらめを取り逃した青山さんは勝手に計画を変更しようとしたんです。はあはあはあ。で消されたんだ。計画の変更。ええ、青山さんは堂島会長がいない隙に東条会を乗っ取ろうとしたんです。バカか。しかし青山さん、無理だろ。それに森永の本当の使命は東条会を奪うことではなかった、むしろその逆、東条会を売ることだったんです。売る売る、まさかその相手ってのは近江連合。そう、近江連合です。だよね。青山森永は最初から近江連合に買収された人間だったんです。森永もか。やっぱそうだよね。彼らの目的は2つ。1つは堂島会長に真島さんら現東条会幹部の暗殺、そしてもう1つは、はあ、俺か。ああ、ええ、あなたや西島さんといった今組織から離れてる人間を監視し東京に連れ戻すことにありました。まんまと連れ戻されたね。1つ、あなたたちを東京に集めて殺すためです。あ、そういうこと。どうしてそんな回りくどいこと。そういうこと。殺す必要があるならわざわざ東京に集める必要などないはずだが、うんうん、その場所で殺せたからね。東京じゃなきゃダメなんですよ。近江連合にとって東条会は二人の伝説の国道とイコールなんです。堂島の竜と呼ばれた桐生一馬、それに18人殺しの国道冴島大河。いや、ここの二人が伝説の国道なんや。その二人の首を取ってこそ手に入れられる大門なんです。つまり近江は俺たち二人を東京で殺すことで東条会を名実ともに手に入れるつもりだと。はあ、そんなうまくいくかね。はい、近江の狙いは神室町の島だけじゃありません。3万人と言われる東条会の兵隊すべてを手に入れたい。無傷のままでね。バカかな。そのためには
全面戦争を避け、最も効率のいい方法で手に入れる。それがあなたたちはそのためのキーマンだということです。いや、無傷いられるわけないでしょ。お前らが西島もすでに東京に向かっているということなのか。おそらくは。刑務所から連れ出すところまでは私もご一緒できたんですが。西島とお前の関係は、随分奴のことを知ったような口ぶりだが。命の恩人だからな。ええ、一緒に脱獄しました。もちろん私はそうするように仕向けた側の人間なんですが。そういうことか。私は青山、森永と同じ立場、近江の指示に従って動いている人間です。私の役目は西島さんを脱獄させ、真島さんの死を追うように仕向けることでした。はいはいはい。結果、西島さんは脱獄、計画通りにことは運んでいたんですが、途中いろいろあって俺はバカみたいに遭難しようとしたからね。心を動かされたってところか。見据えてるね、桐生君。俺は西島さんに惚れてしまった。うわー、そっち男。だから今こうしてあなたに全てを打ち明けているということです。なるほど、男として惚れたんやな。それでこの事件の黒幕は誰なの。それが知りたい。近江連合といっても、若頭の渡瀬はそんなことを知ってるような態度には見えなかったが。あ、そうする男でも思えない。それを説明するには近江側の事情も説明する必要があるでしょう。跡目争いのことか。そこまで知っていましたか。大吾全部言ってくれたからね。そうです。七代目の既得が伝えられてからというもの、近江連合内では3つの二次団体による跡目争いが激化していたんです。大阪北を拠点に組内最大の武闘派集団を組織する若頭渡瀬組組長渡瀬勝、はいはい、兵庫に地盤を持ち7代目の信頼も厚かった若頭補佐、高知組組長高知博、誰か分からん。大阪の南で参拝処理などで巨万の富を築き上げた本家本部長、大阪工業の会長勝谷直樹。勝谷ね、はいはいはい。その中でも最も跡目に近い人物として見られていたのが若頭の渡瀬勝です。うん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 。だが渡瀬はこんな狡猾な絵を描くような男じゃない。それに高志という男も確か名古屋で死んだはず。となると残りは一人。勝谷か。ええ、今回一連の騒動、私青山、森永を使ってこの絵図を描いていたのは。マジか。なるほどね、すべての黒幕はあいつだったんだな。お、冴島か。どうした、感慨深そうだな。おい、お前のこのこと出てきやがって。お前だろ、監督殺したの。え、違うの。いや、でもそうだよな、ヒゲもそうだったし。ちょっと待っとけて、ずいぶん長い用事やったんやな。まさか。悪い悪い、ちょっと組織内でごたごたがあってね。その間に監督、うちは揉めってやつだ。殺したんだ。府警内部でか。まあな、こいつだよ。長いこと事件を追いかけてると、途中で青臭いこと言って抜けたがるやつが一人や二人必ず出てくる。西島気づいて。その後始末さ。夢がどうだのこうだの、いい大人だっていうのにバカバカしい。バカバカ言うな。俺が逃げ出したらどないするつもりやったんや。まあそん時はそん時、警視庁に頭下げてローラー作戦でもかけりゃ済む話さ。ローラー作戦ってなんだ。分かっとらんようやな、この町の深さが。一度地下に潜ったら最後、警察がいくら探しても見つけられん場所もあるんやで。神室町地下街逃げ水道、それにこの下にある西の河原のことだ。全部知ってた。全部知ってた。お前の逃げそうな場所ぐらい分かってる。あんまり舐めるな、警察。お前警察じゃないだろ。で、俺は何したらいいんや。警察の代わりに森永を探してもらう。え、森永を。ああ、福岡での事件後、森永が東京に帰ってきたところまでは府警の方でも足取りをつかんで。ほう。だが
その後の消息がわからない。そうなの？東条会本部には戻ってへんのか？いや、一応会長代行だった青山に手をかけたんだ。今の森永が東条会に戻れるはずもない。じゃあ、あの車帰った時、そしたら森永はどこに？どっかに行っちゃったんだ。だから、それを探すのがお前の役目だ。奴がこの町に潜伏しているのは間違いない。間違いないんだ。だが、東条会からも命を狙われる男が潜伏する先といえば地下っちゅうことか。なるほどね。ああ、おそらく森永は地下に潜伏し、事件の黒幕に接触する機会を伺ってるはずだ。今警察の人間が地下に潜れば、森永が警戒して再びどっかへ姿を隠す可能性がある。こいつ消そうとしてるんだ、森永のこと。お前に探ってほしい。わっ、絶対そうだ。そういうことか。蒼天堀勝也来てるな、やつも。でも分かんないよな、西島は。何や、知り合いか？今の車に乗っていた男、近江連合の大物だ。あ、言ってくれるんだ。近江やと？それにしては敵みたいな身なりしとったな。勝谷直樹、45歳、元役者で今は大阪にある大阪芸能という芸能事務所の社長をやってる男だ。ここで話聞くね。だがその裏で現役の近江連合の直参、大阪工業の会長という顔も持ってる。容姿端麗で紳士的、世間的には青年実業家として名は知れているがな、今近江連合で最も八代目の座に近いと言われる男だ。勝也が黒幕なんだよな、多分。勝也か、どっかで聞いたことあるよ。こいつも黒幕でしょ？知ってるのか？いや、せやけどなんで近江の男がカムロ町に？さあな、奴は表の顔がある分自由に各地動くことができる。表の家業の用事なら何の問題もないんだが、一応調べておく必要がありそうだ。グルでしょ、勝也とこいつは。どうする？俺は森永と勝也、どっちを追えばええんや。勝也のことは俺が調べ、お前は予定通り森永を追ってくれ。分かった。明日またこちらから連絡する。それじゃあ。冴島、手のひらで踊らされてるぞこれ今。まずは森永の関する情報を集めるとしようか。情報を集めるならあそこが一番や。サインの河原、確か児童公園のマンホールから地下を通って行けたぜや。いやー、冴島気づいてくれ。俺がお前んとこ行かせないぞ、サインの河原まで。森永んとこまで行ったら多分森永おびき寄せて、絶対ね、あの警察の男が殺すんだよな。絶対そう。で、だから行方をくらましたから、計画通りじゃないことをしたから多分消される可能性が大なんだよね。うわぁ、なんか懐かしいな。懐かしい、サイの河原。ここや、マンホールから地下に潜ってサイの河原に行けたはずや。え、懐かしすぎる。え、もうなんかさ、5人主人公いるとさ、もうカムロ町が懐かしい。まず、うわ、この下水道なんかいい匂いするわ。もうもはやなんか懐かしくって、なんかいい匂いもする。ここだよ、やっぱ俺の居場所ってここなんだよね。で、ここに登ると、さあ、健在かな、サイの河原は。うわー、なんか何も変わってねえな。よかったよかった。まあ現実が結構見れない人たちの集まり場だからな、ここ。現実でちょっと刺激が足りない、じゃあ刺激を求めようっていう人たちの集まり場だからな、結構俺も行ってみたいっていう所存ではあるな。こんなとこで釣りするな、絶対。こんなとこで釣りするな。なんか鯉のぼりとか釣れそう。いるかな、花屋。あ、いた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 。久しぶりだな、西島。やっぱ来るの分かってたんやね。西の花屋、相変わらずのような。相変わらずね、 T シャツ着てないんだね。そういうお前さんの方こそ相変わらず厄介な事件に巻き込まれているようじゃないか。全部知ってんのかな。沖縄に続き網走まで脱獄してくるとはな。知ってるね。あんたのことや。俺が脱獄してまでここに来た理由、
もう分かっとんのとちゃうか。話が早くて済むな。見当はつく。今全国各地で起きている極道関係の大騒動、そしてそれに絡んで殺された真島五郎の死の真相について探っている。そうそうそう、そんなところじゃないか。話が早うて助かるわ。せやけど犯人の目星はもうついてんのや。ほう、その情報を知りたい。道場会で大吾の護衛を雇った森永中男を追ってるんや。ほう、森永か。知ってますよね、花屋さん。何日か前に福岡からカムロ町に戻ってきて潜伏してるらしい。知らないわけがない。森永の居場所を教えてほしくてここに来たんや。なんだ。ただでとは言わん。何か情報があったら教えてくれ。あー、そっか、ただじゃないもんな。面白い日だな今日は。面白い日。実はもう一人来ているんだ。森永の行方を教えてほしいと言ってきた男が。誰。一体誰。総一も以外に。それは教えられねえと言ってどこだかな。今日は特別に教えてやろう。ついてこい。おい、闘技場だよこれ。もう大体花屋がこいつらについてこいって言うならもう闘技場しかないのよ。闘技場で勝てば許してやってもいい、情報を与えてやってもいい。もうこれよ花屋は。これしかない。闘技場で刺激を求めることしか知らない。地下闘技場か。サイの殻の中にあったな。もう何回も言ってるかな。もう4でも言ってますしね、サイジバさんは。事情をまず教えてもらおうか。まあ闘技場に来たらまあ戦えっていうことなんだろうけどね。はい、こんにちは。どうぞこちらへ。始まるな。始まるやんけ。もうここまで来たら。あ、戦ってんだ。もう一人聞いてくるってやつが。あいつだ。誰。赤パン？赤パンの方。いや、赤パンの方なわけないか。鯉のぼり？誰？見たことないよ、この入れ墨。あれ？おいぞーちゃん！生きてたの？誰や、あいつは。森永の射程で一緒に堂島大吾の護衛をやっていた相沢という。生きてたの？生きてたんだ！森永の射程。なんだよ！どういうこと？ああ、あれが実に面白い男でな。はあ、ははあ、花屋がそんぐらい言うんだから相当じゃない。赤くなってん、酔ってんのかな。結構ギリギリなんだな。ふざけんなよ。ほら、兄貴見つけるまで死ぬわけにはいかねえんだよ。うわっ。いやいや、ボコボコ。相沢、やばい、めった打ちやん。あかん、ほんまに死ぬで。あいつ、面白い男って言うからには。だよな、多分立つよなこれ。死んじゃいねえぞこの野郎。そういうことで。諦めない心が一番強いんだから。くんなら殺す気で来いよ。うわ、いけないぞ。うわ、入った。おえ、こっからの逆転。すげえ！かっけえ、相沢！かっけえよ！うわっ！これは！やばい！うわっ！闘技場あるあるになってる！やばい！誰か止めろ！止めろよ！待て！ああ、よかった。
んた、はあ、ここで初対面か、冴島とは。そんなことがあったんか。ええ、俺は森永の兄貴に捨てられたんです。でもお前殺されたって言われてたぞ。兄貴にはたくさん裏切られた。あ、そうなんや。あれだけ真剣に堂島会長を助けることだけを考えて頑張ってきた兄貴がどうしてあんなこと。お前ほんまに森永が何しようとしてたか聞かされてなかったか。はい、兄貴が山笠組本部で青山代行に撃たれた後、俺は桐生さんに指示されて兄貴を病院に連れて行ったんです。そうだよね、そこまで知ってる。手術が終わるのを待って翌朝病室を訪れたら、重体だったはずの兄貴はもう姿を消してました。はい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 。俺宛ての置き手紙を残して。手紙を残した。手紙なんて書いてあったん。東京に逃げろとだけ書いてありました。でも自分には全く意味が分からなくて、はあはあ、兄貴を探して福岡の街をさまよっていたら、翌日青山代行が死んだという噂を耳にしました。はいはいはい、そこでね。しかもその青山を撃ったんが森永やと。その瞬間自分は兄貴に捨てられたんだって確信しました。いや捨てられてねえぞ。これ一緒にずっと二人で一緒に這い上がってきた仲間なのに、どうして。いやお前殺された体になってるぞ。だって自分が捨てられた理由を知りとうて森永の行方追っとんのか。ええそうです。でももうそれを知ることもできない。なんで。試合に勝てば教えてくれるってあの情報屋の男言ったはずなのに。うんうん。リングの上で人を殺すような男は信用できないなんて。うわー肌や。ひどいっすよ。森永の兄貴ももうひどいっすよ。やばいやばい、信頼感が。兄弟を捨てるなんて俺には信じられない。人間不信になっちゃうよ。くだらんな。今なんて。くだらん言うたんや。俺らの世界の兄弟の絆っちゅうんはガキの好き嫌いを言うとるんとちゃう。そんな、俺だってそんなことくらい分かってます。でも信じてあげろよ森永のこと。相沢言うたかお前。はい、多分冴島気づいてんなこれ。まだ体動かす元気あるか。え、戦うのもしかして。また拳で教育するんだ冴島。お前どんだけ弟子作るんだよ。そういうことだよな多分。うわリングに入った。脱いだ脱いだよ虎が。もう一遍這い上がってこいや、相沢。俺に勝って森永の居場所を突き止めろや。森永に会うてそれでも気持ち収まらんかったら、そん時は思い切りぶん殴ったればええ。冴島さん、その目で確認するまでは諦めんな。泣くもええ、悲しむもええ。せやけどな、兄弟が間違うた道進んだ時、それを引き戻したるのも兄弟の務め。うわぁ冴島、さあ来いや相沢。上がれそして戦え。はい、いいぞ。よく言った。やっぱり極道たるもの拳を交わないともう何も進めねえからな。あ、降りてきてる。花屋気ぃ利かせてる。行くで相沢。来た。みんな見てくれてどうもありがとう。チャンネル登録はこちらから。ネクスト、次回のお話はこちらから見れるよ。